ついに大谷来た。初球は何から入ってくるか。初球ボール。改めてお聞きします、バッターの岡本、どういうバッターなんでしょうか。ミートがうまい上に大きいのも打ってきますから、もう打席に立ってほしくないバッターですね。なるほど、そうですか。いや、素晴らしい球ですよね。キレのある変化球、際どいところに決めてきました。次が3球目。不明の変化球は決まりません。インサイド変化球外れます。フルカウントです。打った、高く上がった。このフライはどうだ、落ちるか。バッターは2番に入っている王山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは山本、そしてキャッチャーは田口。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。引っ張った、取りました。アウト、ツーアウト。バッターボックスには指名打者の村上。ツーアウトランナーありません。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。スピードボールを持っています。落ちる球を持ってきました。ボール先行です。インコース打ちました。いい当たり、ファウルになります。バッター、ピッチャーだった。ツーアウトランナー一塁。バッターボックス山内、ヒットでランナーを一塁に置いています。まあ、肩が強いキャッチャーですから、ここは迂闊に走れないでしょうね。なるほど、そうですね。ファウルになります。ここはバッター甘いボールを打ってきますよ。なるほど、さあまたファウル。ショーボール、ツーストライクです。ここもファウルです。よく見ています。これが5球目。変化球で空振りを取ります。バッターは5番柳田。タイガース、得点に動きはありません。0対0です。初球変化球は空振りです。ここはストライクからボールになるような球がいいですね。なるほど、さあ何を選択してくるか。ボールになります。インコース落としました。打ちました。右中間に強い打球、大きな当たりが外野へ、右中間を深々と破る。さあ、そして打席には坂本が入っています。ここは気の抜けないバッターが続きますね。さあ、得点決すばらしい。初球ボール。次が2球目。もうこの試合はガンガンリリーフ使うで。打ちました。セカンドが取る。アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている落合。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。インサイド変化球外れます。ボール先行です。スリーボールでいい。外れてますか。はい、インコースわずかに外れてボール。ストライクが入りません。打ちました。セカンド取る。アウト。初球ボール。2球目は何で来るか。ボールになります。ボール先行です。改めてお聞きします、この柳田、どういうバッターなんでしょうか。打ちました。痛烈な打球、ライト。初球は何で来るか。最初は変化球できました。ボールになります。これが2球目。いいコースだったんですけどね今の。はい、インコースわずかに外れてボール。ボール先行です。3球目は何で来るか。いいボールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。さあ4球目は何か。低めに落としました。空振りです。2ボール2ストライクと追い込んでいます。次が5球目。打った、外野
大きな打球ですが、ボールにしてほしいねんけどな。バッターランナーは二塁まで進みました。さすがに1回は投げてほしい。さあ、そしてバッターボックスには高橋が入っています。さあ、ランナーを得点圏に背負っています。まあ、序盤から離されないようにそこはピシャッといきたいですね。なるほど、そうですよね。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。惜しいですね。膝元変化球がわずかに外れています。内へのスライダーはボールになります。またインコース、まあ、ピッチャーからすれば今のは振らせたいボールですね。うん、できません。外れています。5球目は何で来るか。インサイド落ちました。ファールグラウンドへ打ち上げていますがファウルになります。今の打つのはうまいな。まずは見送ります。ワンボールで、これから1回の裏に移ります。初球は何で来るか。いいところへ決めてきます。ストライクです。スライダーで空振りを奪っています。ノーボールツーストライク。ここはバッター少々のボール球当てに行きますよ。はい、インコースを落としました。インサイド落ちました。ファウルになります。ここは落としてきました。スライダーは見送ってボール。フルカウントです。インサイド落ちました。セカンドが取る。アウト。ワンアウトです。バッターは2番に入っているバース山本。まずは先頭バッターを打ち取っています。ファウルになります。ボールになります。さあ、3球目は何か。外れてますか。はい、変化球わずかに外れてボール。打った。取って2アウトです。打順は3番落合。2アウトになっています。まず何を投げてくるか。初球ボール。スピードボールを持っています。打ちました。センターの前、あっという間にセンター前へ。2アウトランナー1塁。バッターボックスは4番田村。ヒットでランナーを1塁に置いています。インサイド落ちました。切れていきます。ファウル。落ちる球できました。3球目打ちました。フェアかファウルか。三塁線落ちてフェア。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。際どいコース見送っています。これは外れた。次が3球目。カットボール見送ってボールです。ストライク入りません。渋。さあ、4球目は何か。フォアボール。ここは勝負を避けた形でしょうか。これで2アウト満塁。大歓声を背に打席に立ちます。さあ、西さん、ここは期待に応えたいですね。ここで1点がね、入るか入らないかというのはね、大きな意味があります。一塁線切りました。ファウル。フェアならば先制かというところでした。ノーボールワンストライクです。変化球打った。サードが抑えた。えぐいって。もう死ねや。ふわふわっと上がった。掴んで3アウト。ほんま鬱陶しい。ですね。得点圏にランナーをバットが出ません。ストライクです。きました。きっちり役割をね、果たしたいですよね。そうですね。この起用に応えたい。初球簡単にストライクを取ります。スピードボールを持っています。ボール。次のボールはゾーンギリギリを狙わないと危ない。切りました。ファールボールです。
落ちる球を持ってきました。インコース落としました。スリーボールツーストライク。ここはもうゾーンギリギリを狙って全力投球ですね。なるほど、引っ張った、大きな打球になった、ライトオーバー、一塁蹴って二塁に向かう。さあ、そして打席には坂本が入ります。さあ、得点圏にランナーを背負った場面です。まあ、こういう場面で失点すると後に響きますから、丁寧なピッチングを心がけたいですね。なるほど、そうですね。これではバットが出ません。ストライクです。ああ、ボールですか。はい、ストレートわずかに外れてボール。3球目は何で来るか。もう1回持ってきました。審判の手は上がらない。ボールわずかに外れています。インサイド打った。うわ、進塁された。1塁送球、1塁アウト、ワンアウトランナー3塁となりました。怖いで、けどそのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。弱点をつくことができるんでしょうか。いいところへ決めてきます。ストライクです。インサイド落ちました。吉川アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている山田。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー山本、そしてキャッチャーは田口。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。さあ、まず1球目、落ちる球を持ってきました。ボール先行です。これが3球目、打ちました。これよし、取ってツーアウトです。打順は3番松井。ツーアウトになっています。あ、違うわ、坂本の曲パラダイス銀河、リードボールを持っています。これが水曜日や。申し訳ねえ、見てるかな、さっきコメントで撮ったけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。ボール先行です。アウトコースで決めました。4球目は何で来るか。打った、ヒットになった。ツーアウトランナー1塁。いや、普通にプルヒでもいいんですか。ヒットでランナーを1塁に置いています。それが1球目、初球ボール。スピードボールを持っています。まあ、ここは厳しいところでストライクを取らないといけませんね。なるほど、さあどう来るか。これが2球目、素晴らしいコントロールですね。はい、低めにストレートが決まっています。ここは厳しいところに決められないと危ないですね。なるほど、さあ何を選択してくるか。ストライクを取ってこれで追い込んだ。最後まで甘くならないようにきっちり投げたいですよ。はい、そうですよね。これでフルカウント。もうここは逃げずに勝負球で行った方がいいですよね。そうですよね。一塁牽制、一塁はセーフ。一塁牽制、セーフ。インは打ってくる。あ、これが初球、外は別に反応で打ってくる。1球目は何で来るか。膝元をつきましたが外れました。次が3球目、落ちる球できました。変化球を持ってきましたがわずかに外れました。インコース打ちました。いい、三遊間抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。打席には6番バッター城島。ピットでランナーを一塁に置いています。まずはインコース。そうですね、低めでゴロを打たせたいですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。低めの変化球は決まりません。これで追い込みました。まあ、ピッチャー有利のカウントですから、外に逃げるボールを引っ掛けさせたいですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。またインコースへ行きましたね。はい、1球ボールになってこれで2ボール2ストライク。打ちました、バース。1塁へ、アウト、ワンアウト。さあ、そしてバッターボックスには柳田が入っています。ここは気の抜けないバッターが続きますね。さあ、アウトカウントが1つ増えました。